人と関わりながら課題を解決しようというグループワークが福井大学附属義務教育学校で行われ、ジェットコースター作りに挑戦しました。福井大学附属義務教育学校の体育館には異なる学年の児童が集まり、縦割りでグループを作りました。マイク博士が英語で説明と進行を行い、用意された段ボールやチューブを使ってジェットコースター作りが始まりました。子どもたちはアイデアや意見を出し合い、挑戦と失敗を経験します。アメリカ生まれのスティームトイは、科学、技術、工学、数学にアートの要素を加えた組み立てキットで、異なった年齢の子どもたちが問題の解決を学ぶ際に利用されます。課題解決力であったり、協調性であったり、またこれから生きていく上で大事な力っていうのを身につけるために、このスティームトイと言われるものが非常に役に立つというふうに考えています。ジェットコースターは2時間かけて完成し、一番高いコースターやユニークなコースターには賞が贈られました。高くするためにバランスを保とうとするのがちょっと難しかったです。どこが一番楽しかった？みんなで協力するところと。